売日当日にもコンビニ並んでるの見てたけど、月刊はねどこに行ってもないんです。まあ普通に、まあ多分まだもしかしたら福岡に来てないのかもしれないけど、早く見たいですね。ね、見ないよね。本屋さんでゲットしたがいいんですって。じゃあそのまま明日東京の本屋さん行こうかな。博多の博多行こうかな。明日行かなきゃだし、アップトゥーボーイは今日もらってみました。菅原さつきちゃん可愛すぎて、エミリーさんに褒めてもらった、かわいいって。アップトゥーボーイ、もうボッサボサ、今日撮影があって終わってって感じですね。そうちゃん大好きです、だってありがとう。撮影は詳細っていうか告知できるようになったら言います。どうでした？週刊と月刊、皆さんまた行きたいな沖縄は。今日は早朝からもいろいろあって、朝からマネージャーさんと電話して大変でした。そう、ん？ああそれは違うか。やっぱ海っていいよね。なんか3月ぐらいだったかな、沖縄行ってた。2月だったっけ、その辺だったね。超楽しかった。絶対来年はプライベートで行こうと思った沖縄でした。私今山鹿の話してます、ね、結構まあそれぐらいみんなのワクワクをかきたてる。でもこの多分今の時期とかさ、ちょっと前に行ってたらさ梅雨とかだったからさ、
しい撮影でした。うち沖縄のどっか観光したわけじゃないし、普通に空港行ってで撮影場所行って帰るだけだったんですけど、それでもね、いろいろ楽しみました。沖縄まだまだ週間月間の方はゲットできてない方も多いと思うんで、ゲットしたらぜひ感想を教えてください。アップトゥーボーイも、アップトゥーボーイはずっとどういう説明してきた、なんか今までにない感じっては言ってたけど、だから今までにない感じだったと思います。まあいろいろ最近ね、いろいろ撮らせてもらって、どれも今までにない感じなんですけど、皆さんアンケートたくさん書いてください。スノムポストカードは2種類あります。タワレコとツタヤかな。水着がね、すごい可愛かったんですよ。まあ、昨日発売されたばっかなんで、まあまあ焦らず焦らず。やばい、マジで見えない。もしかしたら明日もちょっと見えにくかったりして、みんなの顔がを認識するのが遅くなるかもしれないんですけど、その時はごめんなさい。ポーズは、あ、そう、明日明後日ね、東京で振り替えの写メ会なんですけど、ポーズはできるだけ考えてきていただけると嬉しいです。お願いします。ねえ、わかる、風やばいよね最近。福岡だけなんかな、今日の福岡の風えぐかったよね吹き飛ばされるんじゃないかってぐらい、日傘とかさせたもんじゃない。グッズのネームプレートあるから大丈夫じゃない、そういう問題じゃないんですね。
何これ、なんか何これ、リボンのありがとう、すごいかわいい、かわいい、何これ、マジでみゆかわいい、ありがとうございます。ねえすごかったよね、風今日福岡、今ショールーム見てくれてて明日明後日来るよって方はポーズ考えててもらうと嬉しいです。関東は暑かった、福岡もずっと暑いですね、もう暑くてたまらない。今予約中なのかな、シングル受付中、おしゃべり会とオンライン、あの本当に今回のは、今回のどのシングルもそうなんですけどね、あの来てほしいですね特に今回のシングルは。トリマ最終、そうなんだ。土日でそのもっと大好きになって階段ずらが見えてる やん、クマありがとうございます。あと今日なんだっけ、今日放送だったじゃないですか、ご活再放送もあるんですけど、なんかネットのなんかそうもよくわかんないんですけど、ネットのなんかあったらなんか見れるっぽくて、なんか何人かの方がそれをねツイートしてくださってるので、NHK プラスでなんか見れるらしいので、皆さんぜひ見てください。中学生の男の子がエクセラだった、かわいいね、なんか撮影の合間とか歩くじゃん、歩いて移動とかしてる時に海があったりしたら、そこにささささって歩いて走っていって、ずっと見てるんです、海の中で、あなんとかとか言って、そのにもあの海藻はとか言って教えてくれるんです、もう本当に本当に好きなんだなと思って、めっちゃ可愛かった。なんか名刺までもらってすごいよね、合間にねお話ししてたりしたんですけど、なんか別に魚が好き、もともと魚から好きになったとかじゃなくて、
なんかもともと漢字が好きで、それで魚の漢字が面白いと思って、そっからね魚にハマったらしいです。しかもなんか名刺にねわざわざ絵描いてくれてて、そのなんか宮崎そのにちょっともじってるような魚をね描いてくれてて、もすごい楽しい撮影でした。本当に食べましたあの日のロケ。もうメイクさんも笑っちゃうぐらい、そのずっと食べること多かったです。何かしらずっと食べてました。なんかお弁当もない海鮮系だったからすごい美味しかった。終わった後にもう撮影お疲れ様でしたってなった後、スタッフはみんなでずっと食べてて、多分結構大変なロケではあったんですけど、早朝からすごい楽しかったです。皆さんぜひ行ってみてください。うん、クマありがとうございます。マジそう、撮影の日風はそんななかったかな、今日に比べれば。すっごい大変だったけど楽しかった。何があったかな、冷ましてぐらいかと。あ、集会もやったのか。集会やってリセットやって、あ、そう、今日まなかさんのラジオも、あれいつ収録したんだっけ、そのがツイートした日に収録行ったんですけど、なんか初めて、なんだろう、6期生とちゃんとお仕事をして、そうじゃん、それこそシングル出て「ひまわりの水彩画」サブスク解禁されて、まあ今回もね MV はないんですけど、いい歌すぎ、大好き。日曜日のラジオ特番はそのたちはコメントを出させてもらってます。なのでそちらもぜひ写真会中に聞いていただければ。
思います。みんなソノの歌あれ分かりました？分かりました。分かってた人いたら、あでも割と結構メンバーみんなお互いに分かりやすかった気する。今回のシンカップリング、分かってる方がいたらもうさすがです。誰も分かってないみたいです。なんか最近あれですね。まあいいや。もう誰も触れてこないもん。プリングの話に分からなすぎて受け、ひまわりの水彩画僕はいつの間にか大人になっていた。景色なんて、ほほほほほを歌ってます。バスのほほほほほほほ青春松本うららちゃん超可愛いですよ。めっちゃいい子だった。なんかいつだっけ、リセットの時かなに会って。明日司会なんだよねっていう話して、そうなんですっていう話をしてました。可愛かった本当に。あとあの子ゆいちゃん推しの子も集会見に来てくれてて、なんか集会2回ぐらい入ったことがあるらしくて、 HKT に入る前にリセット出てたっけって衝撃、出てました。それで多分帰りが一緒で、ずっと帰り道二人で、そうヒーローちゃんちょっと話してました。最近お話しすること増えた。そうなのっていう話を、ね、してました。イロちゃん
ちゃんたべっ子動物くれて、今日見学させていただくのでお菓子どうぞ頑張ってくださいって。終わった後楽しかったって言ったら、はい楽しかったですって言ってくれました。やっと数人顔と名前が一致し始めましたあんなにうるうるした集会初めてだったそうね、まあそうなるよね。そう HKTV のロケもしてきてすごかったです。どの回とは言いませんけど、まさかのまさかすぎてすごいすえーってなった回があって、皆さんぜひ見てください。あなたがいなくなるの心配、なんで心配なの。あと3日だね。明日、え？土曜日が私服だっけ？土曜日が私服で、日曜が制服だったよね。どっちがどっちか分かんなくなっちゃう。死にたいと思う気持ちだ。僕はいつの間にか大人になっていた。景色なんて見なくなった。明日はきっとその T シャツかな。ピンポーン。あえて制服の日選びました。それは多分全くあえてじゃないですねあえてというなら私服の方かもしれません。
の毛触りすぎてそっからちぎれた。出すのちぎれるわけないので大丈夫です。あーやばい、マジで目が見えん。普通にもう6月終わるのすごいよね。なんかこの間なんかもうね言ってたのに、あっという間に過ぎるだろうな。気づけばもうみたいな。あー嫌になっちゃうね。写真家おすすめのポーズありますか？みんなが考えたやつがおすすめです。明日は行くのはそんなに早くないけど、その前に福岡でやらなきゃいけないことがあるので、それをやって東京に行きます。まあ、すのはきっとソンミーの T シャツ着るけど、もし服決まってない方がいたら全く着てくださいとは言いませんので。ポーズ指定して断ることありますか？そんな変なポーズを強要されたことがないので、今んとこ断ったことはないです。バスの窓最初は、持ってたら着る一択ですね。おもろ、お昼までしっかり人の歯見てから東京都で。めちゃめちゃ面白い。変顔とかリクエストされたことないです。あ、そうね、恋愛禁止条例のね T シャツもいいよね。かわいいよねあの T シャツ。これはね、クルリンパしてるんです。かわいい。偶然の仕業であの頃思っていた通い慣れた道はほほ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 。ちなみに何色着るの？何も決めてません。
もう荷造り終わった？何もしてないですよ。よ。ママが声で分かる。もう可愛い。お会話可愛すぎて締め替えなかなか出れた。キス顔で見つめ合ってくれますか？それはお断りします。すいません。日曜日にそのちゃんデビューする。よろしくね、よろしくね、そのちゃんデビュー。とんちゃんかわいいなって。ありがとう、ありがとう。うん、タワーだ。ありがとうございます、ポンタロウさん。集会ぶりで、集会じゃないっけ、リセットだっけ、リセットか。わがかわいすぎて大人で並べないけど、どうしよう。今何時かだけを教えていただけたら。何これ、すごい HKT48 のタワーだ、すごい。リセットか。巻きす、巻きするめっちゃ美味しかった。なんか美味しかったっていうか、すっごい不思議なね、あ、皆さんありがとうございます。不思議なね食感でした、本当に。スーちゃんに会うのでパックしてトリートメントして。かわいい。早くみんなに、まだ見てない人にアップトゥーボーイ見てほしいですね。あと月刊ヤンマガも。集会劇場で見ました。暖かくて優しい空気が劇場ねえ、リハから楽しかった、楽しかったっていうか、その前日も合わせとかしてたんですけど、楽しかったっていうか、シューだなみたいな雰囲気がずっと漂ってました。集会で見に行ったギャルビー、あれポーズ本番前に決めたんですよね。ずっとリハでどうするどうする言って、後で決めようとか言って話してて、忘れてて、本番トゥットゥットゥってなっちゃんとさえさんが踊り始めるとこで、あ、エミリーさん決めてないですねって言って、でエミリーさんが決めてくれるの。雑誌のお気に入りカット、私その全部好きでしたよ。
なんか別にその今までにたくさん撮っていただいた中で、このカット嫌だっていうのは一個もないので、でも雰囲気明るくて好きで、なんか良かった気する。心理テストおもろかったね。もう本当になんかエミリーさん一番好きじゃないですか、心理テスト。そうもね、めちゃめちゃね好きなんですよ心理テスト。なんか当たってる当たってないは置いといて好きなんですよね。なんか当たってる気もしないこともないというか、もうそう言われたらそう思っちゃうみたいな。初回のエミリーさんはっちゃけてて面白くて可愛い。そう心理テストってね楽しいんですよね。別に当たってる当たってないはあんまり気にしてなくて、あれサノも泣いてたんですよね、エミリーさんの横でみんなの顔見たら。一度でいいから集会やりたかった。残念ですね。もう泣いてた、もしかしてみんな泣いてた、もしかして見てる人。近づいてそののお顔キュルルンで心は叫んだ。キュルルンでした。髪の毛普通に巻き下ろししてたか。なんか最近その、ま、恋愛禁止条例やるときさ、真夏のクリスマスローズってリボンつけるんじゃないですか。だからなんかアレンジしてるんですよ絶対。だから久々に巻き下ろしして、そうないつもその普段何公演もコンサートも、ま、撮影も巻き下ろししかしてないけど、逆に最近巻き下ろしがレアになってきて。初日の真夏のクリスマスローズ何回力やばか、初日ポニーしてたか。今年は11月に TGG 来た収集があるけどね。あるね寿司は開催、去年と一昨年がなかったんだっけ。最近デコソの多かったっけ。そう最近ねずっと前髪を、いやなんかねプライベートの方がないかな、前髪。お仕事の方とか公演仕事の方が前髪下ろしちゃう気する。逆にプライベートが
とか自明く社服の時とかもの時におでこ出してることいか。なんでだったっけ、なんでその最近なんかそもそも雨で崩れるからもう前がめんどくさくなったのと、セットがめんどくさくなったのと、あと何だったっけ、そなんかで、あ、そもそも友達に絶対前髪ない方がいいってのを言われてて、そうずっと言われ続けてて、で伸びてきたとこでそのがもうセットめんどくさくなっちゃって前髪作んなくなって、で仕事の時は前髪作ってて、でプライベートで前髪をなくしてたら他の友達にもそっちがいいって言われてって感じです。だから別に今の長さでどっちも作れるのでって言ってもあれなんですよね、結局前髪、そう気づいたんです、前髪なくす方がセット大変やなって、めちゃめちゃ時間かかる。けどでもそのどのこんぐらいの時あったんですよ前髪最近、その時でもセンター分けできてたから、多分やろうと思えばどの前髪の長さの子でも前髪って分けられるんだと思う。結局自分の好みです、めちゃめちゃその日に今日はこっちでやろうと思った日はそっちでやってるって感じ。だからなんだろうな、そのが好きなようにやりますのが好きなように、てかみんながその何前髪ない方が好き前髪ある方が好きってそれぞれ好みあると思うんですけど、あのその好きなようにしますすいませんすいません、気分で変えさせていただきます。まあみんなはね きっとあれでしょ、すーちゃんが好きだもんね。みんな。でもさ、もう最近さ、たまに言ったりするけどさ、なんか普通にさ、スノのことをさ、こんなにスノの配信を見に来てくれたりさ、
そのことを可愛いってさ言ってくれるみんながいるって本当にすごいことだと思うんだよね。もう経験することないじゃんこの先。その本当にすごいなって思う。みんななんかさ、ソノもさ普通にさみんなと同じ人間じゃないですか。ただあの何、ただアイドルとファンってだけで、だからなんかね、一緒なのにそれでもこうやってさみんなが好きとか可愛いとかさ言ってくれるのは本当にありがたいですよ。てかなんかすごい本当になんかさそれだけさ何誰かのことをさ応援したりとかさ好きになれるのってさすごいと思う。みんながなんかそのも一部さアイドル好きなのはさみんなもよく知ってるじゃないですか。そのがそういうの好きなのはもうやすごいみんな寄ってくるじゃん。ここ高級なやめて恥ずかしい。あの見出しあれはなんか本当になんかみんなってすごいと思う。なんかそのたちもさそう言われるけどさ本当にすごいよねみんなって。大尊敬。すごいさっきから黒のハートが飛び交ってますけどありがとうございます。そうなんか熱中できてるのが本当にすごい。あの日あんな遠くまで行ったのだ。ちなみにそのは桃樹のやつはまあそれはもちろん1位にシンデレラを入れさせていただきました。で2位に全然変わらないで3位にスタンドバイミー入れました。シンデレラは何まあそりゃ自分がさせてもらってるのもあるので入れて2位3位は普通に園が園ってあんまりなんだろう HKT の曲は自分のプレイリストには入れてないんですけどその2曲は入れてる。2曲入れました。好きな推しメンはできるのにリアルに好きな人できないのが結構なね出会ってないだけだと思うけどね。そういう人
人生相談レベル。どうなんだろうね。でも別にさ、ね、そのは今が楽しければいいって思っちゃうね。友達とか、あ、自分があれね、ファンのみんな側の立場だったんで、なんか今が充実しすぎてたらもういいやって思いそう。だって今が楽しいんだもん。そんなしねってなりそうだけどね。どちらかというとさ、なんだろう、その好きなアイドルをしてる方がさ短いわけじゃん、絶対に、絶対的にさ。だったらね、でもマジ、まあ、環境にもよるんだろうねきっと。けどそんな今は楽しければって思いそう。まあ、ソナはさ、ほら今こういう活動をしてるから、今は楽しければとはいかないけど、でも今しかできないことをやろうはみんな一緒だと思うけどね、その世の中。まあそんな言葉ってとか口とか感情論では簡単に言えるけどね、実際は難しいもんね。生きてくのって本当に大変。それが楽しいんだろうね。ランキング読まなきゃ間に合わない気がしてきた。13位博多の細麺さん、ありがとうございます。12位高一さん、ありがとうございます。11位ひろゆきさん、ありがとうございます。10位村長さん、ありがとうございます。9位ケンジさん、ありがとうございます。8位ハーツさん、ありがとうございます。ん、7位タカさん0925さん、ありがとうございます。6位ミミさん、ありがとうございます。5位タケヤスさん、ありがとうございます。4位ケイゴさん、ありがとうございます。3位マーシュさん、ありがとうございます。2位はじめさん、ありがとうございます。1位ポンタロさん、ありがとうございます。皆さん明日明後日お待ちしております。急に明日明後日来てくださる方は楽しもうね。めっちゃショートじゃない。みんなおやすみなさい。これ切ろう。あ、やばいやばいやばい、なんかしちゃう。世界一可愛い顔で撮ろうね。もうみんなあれしてよ。もしなんか載せるならさ、その顔加工してちょっと乗せといてほしい。ちょっと目ユーライクでさ20ぐらい上げて、顔も20ぐらいさちっちゃくしといて、ビューティーとかナチュラルってみんなお願い。お願いお願い。てかあれなんだよね、会場の照明が漏れないんだよね多分。まあみんなと楽しい思い出になればいいですよ。顔なんてみんなと目を合わせて喋れれば私は幸せなので。おやすみみんな。
いい夢見る。